カエルが鳴くから帰るなら、帰るうちのない子にカエルはなんて鳴くんだろう。やはり帰ろう帰ろうと泣いてな、帰るうちのある子のためだけ泣いて帰れなくなっちまったカエルもいるんだろうな。ある夕方のこと、風がおいらに伝えたさ。この街の果てで、あの子が死にかけていると。俺は走った、呼んでみたさ。だけど俺を呼ぶ声はなかったさ。ある夜のこと、風がおいらに伝えたさ。この街の果てで、死んだ子がいると。俺は走った、それからある時、風がおいらに伝えたさ。この街の果てで、あの子が俺を呼んでると。